パワーウィンドウはスイッチ操作により主に電気または空気による動力で開閉できる窓のことまたはその設備一般に自動車のことを指す場合が多いが建築物や鉄道でも採用がある建築物の一部の窓にも採用されている一般に手の届かない 高さの窓の開閉に利用されており、手の届く範囲にあるスイッチ、もしくはリモコンで操作可能である。パワーウィンドウ自体は1930年代後半にアメリカで実用化されていたが、一部の高級車を除き、採用されなかった。大半の自動車は、窓は手動式でレギュレーターハンドルによって窓ガラスを昇降させていた。爆発的に広まったのは1980年代で、 ある。2000年代現在、発売されている自動車には法人向けモデルや商用車と安価グレードを除いて、ほとんどの車がこの設備を標準装備している。以前は一部の軽自動車などで、パワーウィンドウの昇降スイッチをドア内張りではなく、ダッシュボードやセンターコンソール部分に取り付けることも多かった。こうすることで、レギュレーターハンドル仕様とドア部分の部品の共通化を、 はかり、かつドア配線の簡略化にもつながるというメリットがあったが、現在ではあまり見られなくなった。なおセンターコンソールやダッシュボードへのパワーウィンドウスイッチ設置は、最近ではシトロン d s 4や BMW ミニなどにその例が見られる。一部車種には締め忘れ対策としてエンジンを停止してもしばらくの間は作動可能にされたものがある。また、スイッチ操作は、 運転席のみがワンタッチ式のものが主流であるが、全席がワンタッチ式とされた車種もある。電動であるがゆえに力が強く、誤ってスイッチを操作した結果、指や首を挟み込む事故も発生している。これらの事態を重く見た自動車メーカー各社は、窓の上昇中に異物の挟み込みを感知すると、窓の上昇をストップし逆に加工する安全装置を開発し、 多くの車に装備されている。なお、社外品のパワーウィンドウには安全装置が搭載されることは稀である。ドライバーの手元にあるスイッチでは各窓の開閉と運転席以外の窓を開閉できないようにする操作を一括して行うことができるものも多い。スライドドアは配線などの問題上パワーウィンドウの装備が遅れていた。 それよりもウィンドウの昇降自体ができない車種も8人乗りなどのミニバンに多かった。その影響か、三菱、タウンボックスなどは全席のみ、パワーウィンドウが搭載され、スライドドアの鉱石は手動式となっている。日本車での初採用は、プリンス自動車工業の2代目グロリアである。鉄道車両の開閉用スイッチ日本の鉄道車両においては、1960年に、 皇室並びに外国の品格用として日本国有鉄道が導入した特別車用黒157型に設置されたのが最初である。これは品格の見送り車に対する当例の便を図るためである。同様の目的で1号5両車や E655 から1でも採用されており、いずれも1枚ガラスの加工窓である。一般営業用では九百七十年代初めに 相模鉄道が2100系や5100系に装備し、各窓横のスイッチ操作により、乗客が誰でもいつでも楽に窓を開閉できるようにした。相模鉄道ではその後も導入を続けたが、JR 東日本の車両をベースに2002年から導入された1万系からは廃止された。私鉄に採用されたものでは乗務員室からの一斉操作もでき、 車両基地での車両洗浄時の省力化に一役買っている。整備の手間などから採用する事業者はわずかではある。ものの、関東地方では、相模鉄道の9000系までの各系列と小田急電鉄の1000系、近畿地方では、京阪電気鉄道の7200系と9000系、阪急電鉄の8000系、以降9300系までの、 各系列と7300系の一部及びリフレッシュ、工事後の5000系が採用している。これらの私鉄の車両はすべて通勤系電車である。パワーウィンドウは空調管理に支障をきたすので、完全空調が建前の特急系車両や近年の申請車両には採用されていない。開閉方法は国鉄黒157型が電動式。 相鉄で採用されたものが油圧式、その他が空気式である。ありがとうございます。